ストバスアレナよりお送りしています。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン1第28節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、前半戦が始まります。スペースを埋めます。ボールを持たせています。さあ、ここからどう攻める。これは惜しい。これはファールです。彼ならゴールを期待できそうです。浮き球を放り込んで合わせてくるかもしれません。ゴール、満身直線、素晴らしい。さあ、もう一度見てみましょう。思いっきり曲げてきた。Que donne les bandes! これはゴールキック。スローインです。オフサイドはない。取り損ねた。コーナーキックです。さあ、ここからどう攻める。ゴール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 。くっ、決まった。着実に点を重ねます。さあ、もう一度見てみましょう。出た！シュート！これはゴールキック。シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。3対0。さあ、もう一度見てみましょう。主審笛を吹いた。味方を探してますよ。フォローが遅いですね。スローインです。
放り込む。ドリブル。シュート入った。ゴール。ブリリアントゴール。得点は4対0。さあもう一度見てみましょう。25分経過。ここからスローイン。主審笛を吹いた。これはイエローカードを取られました。これはゴールキック。あー、この、言いたいけど言えない。ボールが宙をさまよう。スクエアパス。この選手は視野が広いですね。走り込んできた。シュート。コーナーキックです。さあセットプレー、何をやってくるのか。ジャンプ。ヘッドでパスを送る。オフサイドにはならなかった。ボールを持たせています。放り込んできた。ヘッドでつないで。スペースを使う。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。ボールを外へ出す。さあここからどう攻める。これはゴールキック。ここで笛です。前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は4対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半開始の笛です。ワンツー。ここからどう攻める。ここで降り、ゴール。なんてアートな。得点は5対0。スロー VTR でご覧ください。ねじ込んだ。おっと奪った。
右へサイドチェンジ、大きくサイドチェンジ、華麗なドリブル、中へ上げる、これはコーナーキック、ゴール前に嫌われた。さあチャンス到来、ジャンプ、スローイン、いいゴールです。得点は5対1。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。ふわっと上げる、さあここからどう攻める、交代選手がウォーミングアップを始めたようです。ファーサイドに上げた、これは危険だ、中に絞ってきた、これはちょっと危険なプレーでした。ドリブル、中へ上げた、味方を探してますよ、フォローが遅いですね。さあここからどうする、アンビリバボールゴール、スーパーゴール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 、ミラクルゴール、見事ハットトリックを決めました。今日はキレキレですね。おっと、ファールを取られました。主審ファールを取りました。おっと、これはイエローでしょう。
チャンス。さあここからどう攻める。ヘッド、ホイッスルが鳴りました。試合終了です。完勝です。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。